はい、2本目です。ウクライナがロシアに止められかけている、まあ止められてるけど実際にはっていう事情は皆さんもご存知かと思います。はい、そんな中で、ウクライナの有志の人たちがなんと嬉しいことに日照期と旭日期を掲げて抗議してくれました。まあ、それ嬉しいことにっていうのは失礼か、それのシンボルされてもちょっと困るけど、でもまあちゃんとそういう、こう関係ある国だって認めてくれたことに関しては別にこうね、嫌だという嫌な感情をね抱くところではないから、まあありがとうっていうところなんだけどさ、むしろどん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 旭日期やっていただいて、つまりとかつまりとかつまりとかがピヤってやってくれるのを言わせてもらえばいいなと思うぐらいでありますが、ただね、その要はこれって日本がロシアから攻められた日露戦争あったでしょから、多分これ例に出してるんですよ。はい、で、ただね、不思議なことがあってね、ここで出てるのは、日本とモルドバとグルジアとウクライナが横断幕に上がってるの、ね、はい、そこまで皆さん、ロシアとあるいはソ連と戦ってまともにね戦争して一番前線した国はどこだと思いますか？どこだと思いますか？日本。はい、フィンランドです。はい、フィンランドです。継続戦争です。と私は思ってます。少なくても。一番ドロドロだったとこですか？一番ドロドロだったんですか？アフガニスタンです。はい。ね、この2カ国ないんかいと思いましたよ。一番ロシアを、ソ連を苦しめた2カ国、戦争してね。まあ実際にこう米ロっていうのは戦争してないわけだけども、代理戦争をいろいろやってるからね。その中でまあ実際さ、独ソ戦とかさ、あんなのさ、こうどっちも侵攻しているようなもんだしさ、フランスとロシアにしたってさ、あれはフランスが攻めただけであってさ、ね、意味ないじゃん。そう考えるとさ、ロシアから攻められた国っていうことね、ロシアから喧嘩を売られた国っていうことを考えると、そしてその上で打ち勝った国ってことを考えるとだよ、やはりそこにはさね、フィンランドとさ、アフガニスタンを入れとくべきじゃないと思うんだけど、まあ今のアフガニスタンには期待できないけどさ今のアフガニスタンには期待できないけど、当時のあの泥沼ゲリラの田中にあったアフガニスタンの時のね、あの戦争は確かにロシアを押し返したし撤退させることができた戦争でしたね。でもちろんそれはフィンランドもそうでしたね。はい、普通に継続戦争まで至ってね、もうスキー舞台でね、蹴散らしましたよね。ね、そんなことをやった、うん、戦力差やばかったんですよ。でもやらかした2カ国。なのになぜか日本の日照期と旭日期がドテカーンと乗っているっていうこの時代。まあありがたいような、むずがゆいような、でもそうじゃなくねっていう、はい。世界的にはどうなんですかね。日露戦争なんて、世界史の舞台から言えば、日本から見れば主役ですけど、ね、世界史の舞台から言えば日露戦争もあって端っこも端っこですよ。極東ですからね、我々ね。はい。そのちょっとしたロシア帝室がちょっかいかけた、そしてロシア革命の手前でぐちゃぐちゃやってた戦争が日露戦争だったはずなのに、それを捕まえて、それをむしろ題材にしている、ね、ぐらいの人たち。ほーんと思っちゃいますよね。はい。でもね、日露戦争はね、あまり見習わないと方がいいと思うよ。特に陸軍。はい。申し訳ないけど。地形的不利を顧みず特攻してますからね。はい。まあ、海軍も決してさ、褒められた戦法はしてないけどね。うん。何攻防弾とか言えるそうに言うけど、あれだって言うたら敵に幅も見せてるだけだからさ、たまたま当たらなかったから良かっただけのもんだよな。ねえ。まあ、陸軍も海軍も、決して褒められたことじゃないんですよ、この戦争。まあ、ちょっとね、本当難しいんですけどね。一方でさ、アメリカのバイデンさんとかはさ、小さな戦争とか言っちゃってるからね。それは、ウクライナに腹立つよね。で、こんなことになって、日本に助けろくださいって言ってるのかな、言ってるのかなって思うんだけど、その日露戦争でさ、こうね、もう頑張ってやってた110年前の日本国民と違って、今の日本政府は
そんな聞こえとらないし、追い詰められて窮鼠猫を噛む状態にもならない謎な、頼めるかわからない政府でありますからね、正直心虚しいなと思ってしまうわけであります。はい、ウクライナのこの方たちに信頼されているのか信用されているのか、助けを求められているか脇に置くにしても、その思いに我が国は応えずしていいのだろうかと、ね、まあ、答えられるかは別にしてですけど、何らかの手段で応じるべきではなかろうかと若干思う私であります。はい、皆さんはこのウクライナが一生期と極日期を掲げてロシアに解体している姿を見ていかがお感じになりますでしょうか。それをもって我が国はどう動くべきかと考えられますでしょうかね。ぜひともお気持ちをお聞かせ願えれば幸いに存じます。ありがとうございました。